ギエトシュバウトは、ポーランド北東部バルミア地方のバルミアマズール一県、オルシュティン近郊に位置する村。ギエトシュバウト組なの主要自治体。ローマカトリック教会の巡礼地として有名。ギエトシュバウト地方に、特有な風景は氷河によって形作られた。このため、一帯は、起伏に富み、豊かで多様な自然に恵まれている。この地域の最も価値ある自然は、湖と河川である。 ギエトシュバウトを流れるギワフカ川は、パスウエンカ川の支流である。ポーランドの民衆詩人で、本屋も営んでいたアンジェイ・サムロースキーの家、ギエトシュバウトは1352年に、バルミア大主教区内に設立され、その後、ディートリッヒ、または、リッターという名の人物によって、ドイツ騎士団の支配地となった。村のドイツ5名ディートリッヒスバルドはこの人物が、名付けたものである。 15世紀、ギエトシュバウトは、ポーランドとドイツ騎士団の間に起こった13年戦争の最中に破壊された。村は、ゲオルグフォン・シュリーベン指揮官のドイツ騎士軍に侵攻された。16世紀半ばには、学校と宿屋はあったが、村は発展していなかった。1722年に第一次、ポーランド分割によって、プロイセン王国に並行され、後に、 現地ポーランド住民は、ゲルマン化にさらされた。1783年には57件の家があった。ナポレオン戦争中の1807年、フランス軍の攻撃、略奪を受けた。カトリック教会によれば、1877年、この地に暮らす二人の幼い少女の前に、聖母マリアが現れた。二人はなお、スタニスワバ・サムロースカとユスティナ・シャフリンスカといった。 聖母は複数回現れ、ロザリオの祈りを唱えることの重要さを、ドイツ語ではなく、ポーランド語で語りかけた。以来、ギエトシュバウトにはポーランドをはじめ世界中から、聖母の遺恨と奇跡の力を宿すという泉を目に、しようと巡礼者がやってくるようになった。カトリック教会はこの聖母出現を1977年に公認した。町は現在、バチカン公認の巡礼地となっている。 村内にはコミュニティ文化センターが存在しており、通年開館している。ギャラリーでは観光情報の提供と工芸品の販売を行っている。センターは地域で行われる各種イベントの企画と開催も行っている。加えて社会と文化の振興、子供と大人対象の教育とアートのワークショップにも力を注いでいる。 キリスト皇坦の聖母教会ギエトシュバウトの最も重要な宗教的シンボルは森の近くに位置する聖母の祭壇と十字架の地である。奇跡の泉へ続くロザリオの工事、聖母権限の教会と聖母の遺恨もある。この礼拝堂はこの地方で最もよく知られたものであり、バルミアの風景を象徴するものである。ギエトシュバウトには以下の教育施設が存在する。村井は オルシティンとオストルだからバスが発着している。オルシティンへは国道16号線でもアクセス可能。最寄りの鉄道駅は 5km 離れたビエサル。ありがとうございます。